お元気ですか皆さんの元気なことを願っております。えー、ただいま画面が暗くなっておりますが、えー、少々お待ちください。はい。これはわざとですから。通過配信。決してバカにしてるわけではないんですけども。 どうなんだろうすごく不安です。<laughs> 集まったら解禁しようかなと思い画面を暗くしています。ここから幕が上がる。これいつ、いつやればいいんだろうご来場の際、注意を、注意点をいくつか。1、これはパロディであって、全く 全く馬鹿にしてはございません。二、暴言。期待外れなどの、えー、暴言はやめてください。三、頑張ってます。カジシマなりに知恵を絞って頑張りました。それでは、カジシマ宝塚配信のスタートです。<laughs> めっちゃ不安なんだけど、ちょっともう一回、もう一回メイク直ししよう。 これ、これどうすればいいんだろうわかんないな。なんか、なんか何が何なのかな。いや、なんかもうさ、わかんなくて、なんか、宝塚さんのお友達がいるわけでもないからさ、全然わかんないんだよ。こういう感じだなっていう、イメージだけだから。まあでも、可愛くなりました。めちゃくちゃ。可愛くなったのかなわかんないけど。それでは、皆さん、 始まります。うーはい。さあ皆さん、宝塚歌劇です。はい。どうですか。お元気ですか。ダン。ララ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 。らんらんらん <laughs> 君と僕の サンレルブなナヨ皆さん、僕の、あ、お女か。まあ、さきな、女の、間違えた。お、お、王子様、どこかしら。王子様、どこかしら。王子様、どこかしら。 私のタイプは、ちょっと顔が濃くて、私よりも目が大きくて、すごく優しい人が好きなんだよねイェーイイキャンフライってするっけ宝塚さんって。はい。こんにちは。パップガールズ。過去昨日。 カシマでーす。えー、今日は、えー、ニーナタンの、何ですかあのー、何ニーナタンのリクエストで、宝塚さん、宝塚メイクで頑張ってっていうのが来たので、宝塚さんっぽいメイクをしたんですけど、ど、どうなんですかね全然もう話す、もうすごい。 カッ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 みたいな感じで鼻筋入れたりとか、もう久しぶりにつけまつげをつけたり、カラーコンタクトをね、出したりとか、もう本当に大変だったよ。ニーナさん、ね、いるね。<laughs> どうですかニーナさん何点ですか <laughs> 頑張りました。一人ですよ。<laughs> だって誰もいない。アイシャドウ、青いアイシャドウ、あ、持ってないな。 なんかすごい頑張って、なんか紫のチークとか使ったんだけど、なんかもう、よくわかんなくなっちゃってね。もっと濃くですかアイシャドウって。よし。じゃあ、とりあえず今、カジシマがやったメイクを皆さんにお見せします。はい。こんな感じです。えー、つけまつ毛と、アイライン、ごがっつり引いたのと、まあ、二重の幅はいつも通りカジシマのままでしかできなくて、 えー、アイシャドウはこんな感じですね。が、怖い。いつもインラインで引いてる、あの、アイシャドウを全体につけたのでこんな感じ。割と光が、フってなってるね。で、口。ちょ、あんまり唇紅ってつけないから、なんかあんまりわかんないかもしれないけど、赤。赤いのを珍しくつけ。チークは、紫のチークと、赤のチークを。 待てましたで、カラコンかなカラーコンタクトは、えー、ちょ一番私が持ってるやつの中で派手なやつを頑張って、撮ったの久しぶりに取り出してきたんですけど、まあこんな感じですかね。マットか、マットかになってます。かマットさん。カラコンやったよ、久しぶりに。あ、成人式以来じゃないかな。<laughs> ああいう行事ごとじゃないとやらないから。

ううこれでやったらないんでね。いや、夜のお店か。あえー、夜のキャバンの方ってこういう方々多いんですかシャンパン入れてとかってこっちやろえ、違うそう、私、顔パレットみたいな感じなんであの、めちゃくちゃ薄いので、メイクすると割と変わるらしいんですよ。おまかげあります大丈夫そう、だから、あの、久しぶりにこういうワンピースを着ました。あの、でも、あ 今今今ここめっちゃ宝塚さんっぽくない二丁目さんのに似てるえー、<laughs> どっち系宝塚さんみたいなあの華やかにやっぱ近づくのすごい大変だ <laughs> 大丈夫 <laughs> そうだ酒焼きしてない酒焼きじゃないわっいつも通りやっけ それ俺のル <laughs> エンタビアロンのエ <laughs>、まあまあ、ね。しかにちょっとふけたな。<laughs> なんでだろうちょっと先駆けじゃないですからもう本当に全力で今日結構絶好調な方だからさ久しぶりあのいい声だなって思ったんで朝起きた時ちょっとそんそん,んね <laughs> みんなすごいよ大変だったんだから本当に喋っちゃダメなんだなるほどねどんなが <laughs> 止まってるやってはいど,どういうポーズがいい っ <laughs> え家族に見せたんですよそしたらシー 中途半端だよねなん,かなんか足りないよね面白いかなこれとからすごい言われてなんかもう出るのやだって思った <laughs> すっごい特にママなんか期待してるタイよりもなんかちょっとしょぼいなみたいな感じの顔で見られてちょうどんどん厳しいなと思ったそうだからなんか今オーバークック大会してるのうちの家,の家族全員3人とも あー、ちぃちゃんはやってないけど、パパパパねじ姉ちゃんはまあ、オーバークックで、ギャーとかって楽しそうして私、宝塚のままオーバークックやってたからね、さっきまで。宝塚のままだよ。なんも触れてくないの。ほんとに。せっかいライン。あー、私、あれなんだよね。め、目頭っていうのかな。めっちゃ丸い人だからさ、あ、せっかいラインを。 ちょっと入れると変にならないかちょっと怖かったんだよねちょっと一回入れるねちょっとうちの家族うるさいななんかそんな元気すごい元気大馬鹿くためそうにしてるうわこんな感じかな 分か,かんないね、でもいや笑いすぎてむせちゃってる、ね、うちのばばうちのばばじゃんせっかいラインを入れていましたガッツリやるべきなのかなあと 愛車あラッコさんみたいな確かに値はあはどうなんだろうどうどう怖いなど,どうなんだろう声もすっかり ちょっとアイシャドウをもうちょっと濃くと言われたので濃くいってみましょうかもうちょっとがっつりあ、ニニーも来ちゃったもうちょっとがっつりいってみたりしますちなみにうちが入れたのこれだからねこれ一番黒やつやばいよよし うわ、いい子ですごい、すごいもの。は、もうこ怖いよ。もう、なん <laughs> <laughs> <もう> <laughs> だろう、わかんないんだろうこだ。もっと褒めてもらえるかと思ったけど悪い人みんな。 濃いわあーすごいなこれ赤や青か青系、OK、買ってくればよかったなないな赤赤赤なんかここら辺がすごいピンクな方がいらっしゃったんだけどさどうだろうってみるどれだろうアイシャルばっかりだなもうどうしようかなこれでいってみようかよし行ってみましょう あか入れてみるえ、軽くらいなぜうちはるんだろう動きかなうち何だろうこういうことなのかなちょっと待って。筆をまた洗わないでしょわかんない。よくさ、よくさ、 ふけてんななんか超ふけてないふけたねここまで濃いメイクっていのが生まれて初めてかもしれないうんそんな気がするなね、目が怖いね口紅が薄いあ、でもそれは思ったちょっと ありがとうみんな私ってこれでどうやって面白くできるか分かんなくて頑張ったんよ全力出したんよ思いっきり滑ってるのよ柏家のも, <laughs> もうやめようかと思ったよね <laughs> やっぱやっぱ鹿島は綺麗とかよりも面白いを頑張らないといけなかったんだな再現度を頑張ったん 時間かかったんだよ、これやるまでこれくらいえ怖い、怖いんだけど <laughs> じゃーん <laughs> 恥ずかしいよ <laughs> はいどうでしょうかごめんねリップがねちょっとで使えるのが2色しかなくて <laughs> これが一番明るいものをしたんですごめんなこれしかないんだちょっといやああグミク入った泣けたらあリップを黒くするとおにゃこさんっぽくなるの 本当にじわじわ来てる <laughs> あうふふあつけまつげですよ、これだいだいそうぐないこんな感じつけまつげ一番バッサバサのつけまつげをつけたやばいねちょっとしょこれ結んだのどういや違うな、なんかもう 髪の毛とか難しかかったなんかケイチみたいになりたかったの本当はキューティーハニーみたいな <laughs> そうそうキューティーハニーみたいなの見た時にキューティーハニーみたいになりたくてあっつけまつげしてたし可愛かったなって思ってやったんだけどダイレクトなんか違う <laughs> これ明日明日絶対そっぴんでショールームできないなって思ったそうね ありがとう、ツイート。嬉しいです。髪はもうこれが限界だったから、いろいろ調べたんだよ。はあ、でもショートなかなかなかいらっしゃらないなって思ったんだけど。うん。好みの大丈夫かな、これ。大丈夫好みいや、難しいな。超面白くないな、これ。ごめんな。なんかみんな期待してたのちょっとあれかもしれない。あ、じゃあ、やばいでしょもうめっちゃ上までいいよ、いってよ。 グラデーションとかもなくしダ、ダンって感じになっちゃった。今出したんだっけど。新名さんどうですかちょっと点数を。あれニーナさんってもしかして宝塚好きなのかなそういう感じえー、入れますかこれ。全然、あの、正直にお願いします。何してるんですか宝塚さんになろうと思ったんです。男役にする案はなかったんかないや、なんか。 どっちがいいのかなと思ってなんか女性の方の方ほうがいいのかなと思って言ってっちゃった <laughs> いやさっきお手がやばかったんです塚さんはあ歌舞伎の前あましたいやいいよいいよ歌舞伎じゃなくていい歌舞伎は白塗りでしょ持ってないもんだって頑張って あの、家に駆け上たった。<laughs> 外出れないじゃん、だから <laughs>。そうだよ。なんか家にあるものでなんとか頑張った感じ。まだちょっと甘いか。最高ほんのによかったそれだけ言う,言うてよかった。歌舞伎はやばいって。白塗りでしょ持ってないもん。白塗りでしょ持ってない、持ってない。笑った時の目がやばいって。笑った時どうですか でもなんかすごい下がるね垂れ目になるね <laughs> これで買い物とか行きたくて外出たかったよほんとはこれでも原、ね、宿とか歩きたかったよもギャルの子ってさこうじゃないよね、うんうん、やっぱやっぱちょっと寄れたんじゃないあの宝塚さんの方にちょっとは垂れ目になるめっちゃ いやーってなるねあまい、あ、ちょっとほんとねどないしたんスカウトされないよなんでひとちゃんどどこにスカウトされるのかちょっと危ないよねでもやっぱ高校生の時代ってちょっと濃いメイクって通る道じゃないですかでもなんかとひらないからちょっとすごい難しかったポイントポイントがかじ これで火ーー事だよね、すごい。 ちょっとレアですよ本当にこんなレアな話ないですって <laughs> <laughs> どうでしたかどうでしたか <laughs> 楽しいです <laughs> 楽しいですよどうどうですこういうい目目のしてるとこんな感じなんか危ない だぶぜ。こん、カラコンすごいね、本当に。これ、つけないからさ。普段ね。普段、私もうカラコンの時代終わったからな、高校生くらいで。うん。な、つけたくないかな。宝塚ではないな。<laughs> 違う。違うかな、ねね。こういう人いるよね。いる。<laughs> なかなかいないと思う。本当にカラコンってすごいよね本当に。あ森さんのところから来てくださって波ってなるよねそれね違和感だけで高級感があった。あんなにアナリコンなのにあすごいそれはすごい夢に出てきてね。ユウは誰ですか？嘉島彩と申します。皆さんご機嫌いかがですか？ 楽しい <laughs> 可愛くなったで、ね、こっちの方がいいの <laughs> 分かんないどっちがいいのか、ね、笑うと猫がいなくんなるああうんすごいバラ組よメイクってすごいよね本当男役ああ男性さんの方がやりたかったあのもし舞台に出るんだったらね 女の人すごいあのあのめっちゃあれだよね高いからそうそうそうバラ組よ私はバラ組よそうだねそんな声かさげなんだのらガラスがいるからってバラ族だってバラバラ,バラダメなの ?J バンクのカウンターに乗るって <laughs> しゃいげんパンクですさんざ散々な言われようだ <laughs> なんか子供の評価に掲示されて母親にも言てきたやっぱそっちなんかね宝塚さんみたいになんか気品高く綺麗なお姉さんには足らなかったやっぱりどちらかというと「お」「お」が入っちゃうね「お」<laughs> しゃべらないと別人最,最初の方が良くなかったなんかそんなことないかバラバラ買いたかったなどんだけお願いします どんだけ背をい投げこ <laughs> <laughs> のお母さんいたら嫌な二十歳なのになんで <laughs> おームじゃないよ。違うよあやめろほうが。幻 <laughs> 悪くないんだって <laughs> そうなんだ <laughs> 喋っちゃないんだ <laughs> 面白いねなんか <laughs> れちゃうん僕らですよねこんな感じだとほんとにいやでも私 i k さんなんてできないほんとに私モノマネとかすごい苦手ね絶対できない一 k さんとかほんと絶対無理だって私 似てないもう無理。ほん、ほに無理。あ、絶対無理。絶対無理や。どんだけー背負い投げーもうーその言葉、背負い投げーひももう一回かりしないって。 桃の香りはしないんですけど桃いい香りなんですよね <laughs> えっほんとにうまいんだけどどうしよう <laughs> ああどうしようってねえなあ,なあ芸人さんになっちゃったねほんとに いいわ。うん。どこで練習してるの、そういえ、ぶっつけだよ。全然練習だけしてないもん。<laughs> してないよ。ここで初めてやるんだから。一丁目。本当だね。あんたさ。あんたもっとしっかりしなきゃダメよ。本当に。 あ、えてそういうとこがダメだと思う、本当に。そ <laughs> ういうことだよね。<laughs> マツコさんみたいな。たしかに。すごいね、本当に。なんかさ、宝、宝塚って。 言われてるんだけど、高塚さんはそんなに詳しくないかなあまりからないごめんなさい、うん。なんか今度ちゃんとなんかこう、ね、ふざけてないやつやらなきゃね。うん、思った。<laughs> なんかすいません、大丈夫かなすごい不安になるよ。<laughs> ミューハウさんに似てるあ、ほんとに でも入学さんってみんな綺麗な方多いからねちょっとその方々に比べたらちょっともしかしたら <laughs> そうねあな何だろうオペラ風に「わー!」 <laughs> マスクを振りふざけてる時のニーナの声に似てたのって大悟だもそんなことはないよ <laughs> お前って似てたなんかさ<笑><笑><笑>いい声してるほんとにわっ <laughs> おびらってどんな感じだろうわかんないな宝塚さんに <laughs> あ急にでかい声出してるごめんごめん <laughs> そなんな何か脅かったらいいかもしれない 血に足をつけろ。その一歩が、君の第一歩だ。一緒に孤独になりましょう。 ああいうお腹いっぱい大丈夫ごめんね。<laughs> それね、う声だ低いなら1回でもできるんだけど。<laughs> どういうから受診してるのわかんないわかんない。なんかできちゃうんだよね。<laughs> お腹痛いっい大丈夫。<laughs> どうだろう割と似合うと思ってきた。ほんとに よかった <laughs> なんて言ってんののね結なかった私はお花と結婚するのでもしょうがないからあなたと結婚してあげるわみたいな感じかなほんと最近さ自分の部屋で大きい声とかさ 大きい音とか出すから、ほんと周りの方に迷惑になってないかほ本当に怖 <laughs> もう夜なのに <laughs> ね,<え> <laughs> <だ>ね。え。そね。あなた結婚なんねえよ。2 <laughs> 7ーー題,題ちょ大だい家事のルームえカ家事のルームだよ。<laughs> めっちゃ家事。<laughs> そうだよ。 親の顔あ、割と普通だよ。<laughs> 宝塚外人付き入っちゃったらみんな顔慣れちゃうから。<laughs> 彼とごめんなさい。間違えてないよ。この間無理ありがとう。ちょっと頑張って、宝塚さんっぽいやつにしたんだけど、どうなんだろう。わかんない。できて、できてるのかなちゃんと。でもさっきこれで、あの、オーバークックやってたの。あの、ニンテンドースイッチの。こうやって、これにメガネかけて、こうやっていったからさ、めっちゃ怖くないもうめっちゃ怖くないもう たぶんあれ買ってるよねこれやってる人ってねなんかもう日曜超早い朝にやってるテレビショッピング買ってそうあんたあれいいじゃないあのマッサージ機買いましょう、うん、お値段いくらや <laughs> やだ、アイコンこれやだ、無理 <laughs> ちょっと無理 <laughs> 本当に無理老けちゃうな本当に老けちゃう、うん、あと髪型じゃないちょっと髪型は老ける髪型にしてきちゃったから普通にこれだったらちょっとお姉さん感出るんじゃない <laughs> うちのママ盛り上がってんなうちの家族みんなみんなから知ってるみんなどこにいるの全然わかんないんだけど <laughs> どこみんなどこにいるのみんながいなまだやってないよいやからンしてるよ いいですか大丈夫かなカラコンだよあユナちゃんどこにいるのかわかんないあカジュアルですどうもえ <laughs> なんか髪の毛ないかな結びたいお同じ百里うん三分間ミュージカル風に読んでくださいわかったーちょっと髪の毛結んでみるね髪の毛結ぶ すそじゃねほら宝塚さんぽはじめましてどうも宝塚一島綾ですいや絶対違うごめんなさいうんみなさんようこそ宝塚一島綾の部屋へそれではみなさんから たくさんの言葉をいただいているので、読んでいきたいと思います。大変な買いに、買に来ちゃったね。初見の皆様、ごめんなさい。どんなコメントでもお受けいたします。赤巻き紙、青巻き紙、 きまきがみはいどうして私は鼻でリコーダーを吹くのでしょう生卵あ、ま、<laughs> ないないないブラジルの人に ミラクルビラクバリー何でも言えるのさ私の自己紹介はアップアップガールズカコニーキというグループの一番端っこカ島シマヤです <laughs> 地味にうまいの

美味しいよ。ほんとやめて。お腹痛い。月一で見たい。楽しくなってる、なってきとるやないかい。私、綺麗。<laughs> フフフフフ今日初めて笑ったあなたの笑顔になれて私は嬉しい <laughs> キンキンに冷えてやがるカ怪獣 <laughs> うわっ わっちゃう、恋をしようで、わっちゃう、わっちゃう、エブリバディ、わっちゃう、わっちゃう、はぐしちゃおうで、すっげえちゃんを言この回見たら、特別新社員賞、あ普通にしゃべっちゃった。 さあ、みんなが笑顔になるのが私の夢さ。私の花束は、みんなの笑顔さ。笑ってるのその心笑ってるね。<laughs> あなたは、突然、夜中に腹が減ることないですか ラッタンプイコロンロンピッタンチョコンボーパルタメンメンラッタンプイコロンパルデボラスボラスバーレン <laughs> 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 休まず遊ぶのだギラキがクンクンぴょん的なめく 奇跡「お魚くわえたサザエさん」「おをかけて」「はるしでかけてく」「ようきなサザエさん」 「みんなが笑ってる」「おひさまも笑ってる」「ドゥルルドゥルドゥ,ルドゥ,ルドゥル」<coughs>「きはいい天気」あれなんか違うな何だっけ歌詞わからないねあまり <laughs>。お魚くわえたドラ猫かをかけて」 ヤンキーの菅井さんか。できた。みんなが喜んでくれたら嬉しい。よかったー。僕の名前はヤンボ。君の名前は麻婆。 二人合わせてやんぼうまんぼう <laughs> 分かんないね <laughs> じゃあ最後記念写真しましょう。<laughs> はいちゃんとハギくん <laughs> 帰っておいで。<laughs> はい、じゃあ記念写ししましょう。どういうポーズがいいんだろうか <laughs> 分からない <laughs> ど。どういう感じ せこれぐらいあのせんにかなののちゃんのいいアレンジが出てこない笑ってもんだあオッケー君の笑顔は100%ですねよかっただからつかさんっぽいポーズこういうやつだ <laughs> 宝塚寺で宝塚寺で皆さんよろしくお願いいします。たまに出没するかもしれないね。宝塚寺、うん。宝塚寺。宝塚寺でした。ということで明日はですね明日はですね、えー、誰ですか <laughs> 明日誰？<laughs> もうわかんない <laughs>。明日誰よ。<laughs> ちょっとほんちゃんそれでしょう。ええー、明日誰？<laughs> いや間違ってないよ、おカシだよ。これねびっくりさせたね。ちょっとこれをええー、明日誰？ ぼくのなまえはマーボーぼくのなまえはヤンボーふたりあわせてヤンボーマンボーヤンボーマンボーヤンボーマンボーあっちえこちゃんやんけん。 あ、じゃ、ちいこちゃん、ね。え、どうしよう、ちいこちゃん。うーん。え、ちいこちゃん、どうしよう。あ、下のちいこちゃんは。あ。うん。 これじゃない髪の毛をくるくるに巻いてお姫様配信あれお姫様やってたねそっかどうしようピンク配信このねやったかそっかこ <laughs> でほんとおじことしようええー、何がいいんだろうわかんないイケメン配信 ギターでも練習中って言ってたよねなんかギターをさこう披露するタイミングって割とこう自分のある気がするから王子様かうんヤンキー配信いや私だけめちゃくちゃカロリー高いのよみんないやほんとにさだってすっごい無理無理に可愛くやってっていうのとさ料理作ってくださいとさ宝塚やってくださいって私何これえみたいな めっちゃカロリー高くない思う、私はすごい何喋ってももう身振り食べりが大きくなってしまうのはどうしてだろう <laughs> どうしよう何でもやるけどね <laughs> えちーこちゃんどうしようどうしようドイス配信 十分間ド S 配信どうですか不可能を可能にする女カジムハです <laughs> どうですかあ、バイオリンってやってなかったっけ楽器配信にしてもらう いやでもねあの楽器って本当にあに練習する時間とかがめちゃくちゃ大事だからあんまりこう急にやってってできるもんじゃないからさって思ったうんどうなんだろうド S 配信よくない私ちいこちゃんに割とあのそう、うん、<laughs> ド S 配信いきます10分ド、S、配信 フですかい <laughs> きませんそうちいこちゃんって結構穏やかな子なんだけどずっと見たいよねって思うよね <laughs> でちいこちゃん20分間ド S 配信頑張ってください <laughs> 増やした <laughs> 増やしたよ歌 <laughs> 人の見本 え、いいのえ、私ちょっとごめんね、傷つけたら。そんなつもりはないんだけど。どうです難しいな。ツンデレ配信にするツンデレ配信え、なんか15分間ツンデラ配信にしようかな。めっちゃめっちゃいい。グラっくじゃん、企画。ごめん。ごめんな。ドスでもいいドス配信にしようか。 カ事のドイスはね、傷つ、傷つけちゃわないかすごい不安だな,なんか、ごめん、なんか、ごめん、ちょっと私ごめん。<laughs> ゆらゆらで、だって、だって、ちえこちゃんってさ、なかなかこう、配信ってさ、で、やりたくてもできない頃だったから、せっかくの配信をさ、なんか、あんまりこう、ね、自由か、か <laughs> ってやっちゃったら、<laughs> ちょっと、かわいい。<laughs> せっかくかわいい動画見られるのに、って思って、<laughs> って思っちゃうんだだけだよ。 ちーコちゃん、ド S 配信15分間ね。頑張って。そうだね。15分間です。任せかちチこコちゃんができるか。私、あの、うん、あれしよう。あれしよう。あの、あの、ド S やりましょう。ほんとに。ドスやりましょう。 よーし、どう私、ドヤ日なんで問題ないです。どうでもいい。カジシマパイセン優しい。君には優しくしないけど。トイレ行ってきました。あと3日行くな。ねえ、半分メイク落としてみない君のいないところで。 って考えてるやん。ダメですか。じ <laughs> 難しいんだけど。<laughs> できてる。できてる。え。へず。へずできてるから。や <laughs> ばやばい。なんか面白い。なんか難しい、できない。 でみんなんでみんなサク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 くクサ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 なサク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  ごめんね。ちょっとできないね。<laughs> すいません。ゾクゾクしないな。あ、なるほど。おむつ変えてください。は違うな。もうやめようかな。もうや、やめようかな。もう <laughs>。やめようかな。<laughs> 大丈夫かな。<laughs> ちいこちゃんに、すごい、すごいものを見せ。じゃ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 。 なんだか雰囲気がいはいはいはいちょっと疑らずかになったすいませんもうごめんなさいできない大丈夫かなちいこちゃんごめん大丈夫かなごめんな,なんかちょっとすごい不安です <laughs> 大丈夫かな15分ちーコちゃんツンツン配信っていうかわいい言い方にすればいいか <laughs> よしじゃあやりなさい ゲチーがね、あれ、こんじゃないでくれる。そうだよねごめん。なんか私、ちょっと悪くしたかもな。でもいいや。つむじき綺麗はい。こんな感じです。じゃあ皆さん、最後まで見てくださって、本当にありがとうございます。えー、後ほど、えー、記念に、宝塚さんのメイクの待ち受け写真を、<laughs> ファンルームの方で、じゃあ貼ろうかなって思いますので、だったら、ちいこちゃんの配信明日、19時からかな。 さん、ぜひご覧ください。はい。<laughs> 楽しかった。<laughs> じゃあまた見に来てください。<laughs> 次は普通の感じでやるので <laughs> よろしくお願いします。そして、にきちゃんですね、か、え、じ、ー、島。まあ、家にあるもので、えー、楽器家にあるものをちょっと楽器にしてあの、たんたかつったんだんつって。 あのシングシングシングをカジシムバージョンでやっ,てやってみました。えっと、タンバリンをママが使ってるシンバルにしたり、あの、なんて、あれあいろんなのにしてます。えっと、箱ただの箱を、を太鼓にしたり、壁をバスドラにしたりとか、ちょっといろんな感じでやってみてるので <laughs>、よかったら、 見てみてください。<laughs> よろしくお願いします。みきちゃん、そしてたくさん拡散してください、えー。皆さんにね。真似してもらえるように頑張って作ったので、ね。はい。ということで、えー、最後に皆さんやりましょうか。あ、ニーナさんがこの後配信です。南じゃね。お手配、シャー宝塚さん、宝塚家にまた会いましょう。<laughs> お手配、尺製の以上です。ありがとうございました。最後出とうかな？<laughs> シュータイム以いですありがとうございました。わり難しかった。<laughs> まぁ元気。<laughs> 今度がね、本当だね。バイバイ。